長源寺は、静岡県田形郡神奈美町桑原にある、総当州の寺院である。一位菓子と茅やの木の巨木が、境内にあり、後世に残したい神奈美町文化財五重線に、推薦された。長源寺の本寺は、宝船、山高源寺という古刹である。高源寺ははじめ、太平山町旧寺と交し、空海が改装した寺と言われている。道、小、行基、満館。 空海ら手法の寺であったという。新言宗であったが、そう雪山の時に、総当宗に改められた。五四世にして、野焼きにかかり中絶したが、慶長の初め、そう災害山が再興した。源の頼朝の即室単語曲が、西国に赴く際、しばらく干挙した寺であり、ゆかりの子鉄を一層、所蔵していたという。造帝図衆志向によると、 長元寺は、相当修公元寺末、本尊十一面観音、創業不詳、農産を改祖とし、小法年に鉄山が中高したという。また、箱根山縁起によると、八百十七年当時、桑原には、箱根に対して小箱根と呼ばれる地があり、新光寺という名の伽藍を備えた寺があった。新光寺は、万官の弟子たちが建立した寺である。後に、 信仰寺は廃され、長源寺に合わせ寺されている。信仰寺の本尊であった薬師如来像や十二神将は、長源寺の薬師堂に伝えられた。薬師如来像は行基作と伝えられていたため、江戸時代に十二神将を再色した際も手を加えなかったという。また、阿弥陀如来座像、日光月光菩薩像、小安寺像像、総空海座像なども祀られていた。 1300年頃、神奈美町桑原の信仰寺に阿弥陀如来像があり、地元の人々は火災による消失から阿弥陀如来像を運搬し、守ってきた。明治30年代になり、地元の中村正五郎によって、現在の中源寺に薬師堂が建てられ、仏像が安置された。2012年3月に薬師堂に収められていた阿弥陀如来像を含む24体の仏像群は、 神波町に寄付され、その後は神波仏の里美術館で展示されている。長源寺の裏山には、1806年に、西国33三所三観音霊場をミニチュアとして、写した、桑原西国33三所三観音霊場が作られた。作成当時、西国33三所三霊場を実際に巡るには、大変な体力と時間が必要だったが、 クワハラ西国十三所観音霊場は約10分で西国十三所観音霊場を一周できるコースとなっており、伊豆に原存が確認されている写し霊場で唯一順配路が整備されている。霊場を一周することで西国十三所観音霊場を巡ったのと同様の苦毒を詰めると信仰されている。霊場には観音像が7種類安置され、 どの像も細部の表現が丁寧で顔の表情は起伏があり、個性的である。神奈美町の有形民族文化財にも指定されている。静岡県田形郡神奈美町桑原592。ありがとうございます。